わしは亀仙人じゃ。よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃ。いつもありがとうございます。オースボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、まさかのフェス芸亀仙人っていうねユニット必殺の量よ、うん、で通常歌手さんだけ合わせがブルーマバニーということで、まあ、少年兵の130で、パッシブがですね自身のアタックとディフェンス150の必殺技発動したらアタックとディフェンス186、高確率で敵の攻撃を回避、必ず追加攻撃、高確率必殺技発動。少年編または地球育ちの選手またはピチピチギャルの補正で、チームに自身の他に地球育ちの選手のカテゴリー味方2体以上いる時属性キダマのうちランダムで一種類の二キダマに変化で、自身を攻撃受けるまでそのターン中さらに回避の発生確率 10% で回避するためにさらに回避の発生確率 5% アップで最大20、合計回避が、高確率が50、でな60、80は回避か。おう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 。まあ回避向こうのステージとかもあるけどね。うん。で必殺技。一旦アタックとディフェンス 86% 上昇。めっちゃ強いな。強いけど、おう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 、カテゴリーが5つか。おうおうおう。少年編で使ってくださいと言わんばかりの通常会社さんブルマバニーですね。うん。で、フェス弦、フェス弦亀仙人がこちらということで、亀仙人ですよ。ついにフェス弦亀仙人ですよ、皆さん。どない、どない、ほんでしかもピチピチギャル 200% って何え、このリーダースキル新しい。祭り限定みたい。ピチピチギャルカテゴリーのアタック、うんオール戦 200% でピチピチギャルカテゴリー含むまない場合は亀仙流または少年編の170の指定の絆カメハメハの30で 200% 新しいリーダースキル来たぞ。これ夏の大型なんか来るぞお前。これでピチピチギャル関係ないやないかい。元気な仙人、自身の登場時一度だけ登場エース発動ですね。で7ターンの間受けるために 30% 軽減です。で自身のアタックとディフェンス150のチームに自身の他に亀仙流カテゴリーの味方が2体以上いるとき自身の気力プラス3、受けるダメージ、20軽減、あ、合計50か。で、必殺技発動時、さらにアタックとディフェンス150の必ず必殺技が追加発動。攻撃参加者のピチピチギャルカテゴリーの味方1体につきアタックとディフェンス82。82、あ、バニーってことか。なんで、これ間違えてない。ブルマがフェスが間違えてない。亀仙人が通常ガシャさんで、ブルマがフェス弦ではない？大丈夫？で、攻撃参加者の味方、ブルマが、攻撃参加中におるとさらにアタック82の、で、高確率で開始がその亀仙流、またはピチピチギャルの自身を除く味方全員の補正と。え、めっちゃ強いなぁ。え、引くん。で、アクティブね、バトル開始が3ターン目以降 HP70% 以下の時発動可能、またはバトル開始から5ターン目以降ですね。5ターン目以降ってなかなかっていうところは正直僕はある。うん。で、HP 回復するんだ。で、味方全員の気力プラスアタックデンス30と補正してくれると。回復と補正ですね。
悟空少年またはクリリン少年がおると指定カメハメハで、ブルマがおるとマックスパワーカメハメハ、うんですね。うん、ほやな、はいはいはい。マックスパワーアタック無限上昇なんねや、ブルマが横におったら。で一旦ディフェンス、あ、一緒か一緒か一緒か。高確率技術、ブルマがおったら超高確率技術になるんやな。はあはあはあ、そうなんや。まあまあ少年で使ってくださいと言わんばかりので、ピチピチギャルも連れて行きなさいっていう感じか。あ、ピチピチギャル200で亀仙人できた。ほんま抹茶いてない運営いけるか。うん、まあ今日はその次の新しい先行公開、うん、亀仙人のね、性能を皆さんにお届けしたという、動画でございましたが、ごめんスルーだろう、世界同時キャンペーンもあるけよ。今引かれる方神引き願っております。ただ忘れんといてください、世界同時キャンペーン控えております。まあ引くべきか引かなくていいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。